私たちの暮らしは地球環境によって支えられています。地球が健やかであること、それが全ての原点です。ですが地球は今危機的状況にあります。その考え方を表したのがプラネタリーバウンダリーです。9つの項目のうちすでに6項目が限界を超えていて、このままでは元には戻らない変化が地球を襲うと言われています。さらに2050年には人口増加により食料や水の需要も増加すると予測されています。それはさらなるエネルギー需要の拡大と資源消費につながり、気候変動の悪化に結びつきます。これらさまざまな課題を解決しなければ、私たちの暮らしは成り立たなくなってしまうかもしれません。そこで久保田は2050年に向け環境ビジョンを策定しました。環境負荷ゼロに挑戦しながら、食料、水、環境分野でカーボンニュートラルでレジリエントな社会の実現に貢献します。その実現に向け2050年CO2 排出実質ゼロを目標に2つのアプローチで取り組みます。1つは自社の事業活動での挑戦です。 CO2 排出の少ない燃料への転換や再生可能エネルギーの利用拡大を進めていきます。また販売した製品による排出量を削減するため、電動やハイブリッド、燃料電池や水素エンジンなど動力の脱炭素化にも取り組みます。2つ目は社会への貢献です。ここでは3つの分野で取り組みます。食料分野ではスマート農業により省エネルギー、省資源化を推進、また補助水管理システムの提供により管理労力を減らし、温室効果ガスであるメタン発生の削減に取り組みやすい環境を提供。これらの取り組みで豊かな食を支えていきます。水環境分野では IoT を活用した監視・管理プラットフォームの構築を通して、省エネルギー化と災害に対するレジリエンスを高めていきます。資源循環分野では資源回収、資源の再利用を可能とするソリューションの提供により循環型社会の実現に貢献します。カーボンニュートラルでレジリエントな社会の実現を目指し、久保田は美しい地球環境を守りながら人々の豊かな暮らしをこれからも支えていくことを約束します。